皆さんこんばんは。今日はバンテリンドームで行われました中日ドラゴンズ対阪神タイガースの一戦をお伝えするんですけれども、タイガースはですね、先週末カープとの3連戦、これまあ大事な戦いだったんですが、ここをですね、2勝1引き分けですね、7対2、2対2、そして4対2、ピッチャーはですね、この3ゲームともに失点を2で、食い止めたと。そして、打線の方もですね、やっぱりちょっとこう点を取れる打線になってきたなっていうね、明るい兆しがずっとこう見えてきてる、まあいい勝ち方をしたなというところだったんですが、今日からはですね、甲子園を後にして、まあ遠征っていう形が多いんですかね。その中にはですね、京セラドーム大阪、ここで3連戦3連戦6試合ありますので、まあ、そんなに遠征ばっかりっていう感じではない。それともう一つ、8月はですね、まあ、僕の経験からするとやっぱり地元でずっとやるよりはですね、遠征に行った方が楽なんですよね。まあ、我々の頃はドーム球場っていうのはほとんどなかったんですけれども、今はドーム球場も非常に多くなりました。そしてビジターで行くっていうことは、ゲーム前の練習もですね、遅くスタートする練習をしてですね、そのまますぐゲームスタートということで、まあ体を作るのもですね、一回しっかり作ればそのままもうゲームに出られる。そして、ゲームが終わって、食事もですね、全部こう用意してくれたいい食事が出ますし、あと家庭持ちの方はですね、家に帰ればまだ小さな子供がいて、ね、泣き声で寝られないとか、そういうこともあるかもしれません。そういうことがですね、ビジターに行くとないわけですね。本当に自分のペースで、ずっとこう時間を過ごせる。そういうことからするとですね、このタイガースの昔はですね、死のロードなんて言われた時期もあったんですが、今はもう僕は天国のロードじゃないかなっていうような気がしてるんですよね。この8月はですね、一応予定されているのはですね、24ゲーム。そのうちの15ゲームはドーム球場なんですね。そして、外の球場が9ゲームという形になってます。一番、きついのは、15日からのカープ戦、そして18日からの横浜 DeNA ベイスターズ戦、ここの1週間がちょっと外の球場ばっかりになります。そこが一番きついかなということなんですけれども、まあそれにしてもやはりドーム球場の15試合っていうのはですね、これは非常に、まあ体には楽なゲームが続くんじゃないのかなという気がします。まあその8月の第1戦、今日タイガースはですね、素晴らしいゲームをしました。ご覧いただきます。はい、こういうゲームになりました。結局終わってみたらですね、10対2、2桁得点しましたね。ヒットの数もですね、14安打、もう本当に調子のいいバッターが増えてきましたね。まあ、だけどこれご覧いただければ分かると思うんですが、5回終了時点まではですね、これ2対2、どっちに転ぶか分からないというね、本当に接戦だったんですよね。まず初回の1点、ドラゴンズが取ったわけですが、この1点はですね、まあ一つ、佐藤輝明のまずい守備、まあ、サードゴロをゲッツーで終わるかなっていうところをですね、ちょっと落として、セカンドを一つしかアウトができなかったっていうね、その間にサードランナーがホームを踏んだ1点ということでね、まあなんか嫌な1点を与えてしまったなっていう初回だったんですよね。そして、3回の表に逆転するんですが、ここは木浪がまずライト前のヒット、西純也が送って、ワンアウト2塁ですね、を作って、得点圏打率は1番ですかね、近本、1塁線を抜いて2塁打、これでまず1点同点にしますね。そして、中野は今日前半はフライばっかりでダメだったんですが、2アウトまで行ったんですけれども、3番に入ってる森下やりますね。ここはちょっと甘めに来たまっすぐでしたけれども、初球から振りに行って、レフトへタイムリーヒットで、もう3回の時点で、逆転をしたというね。やっぱりこれタイガースの勢いがあるなというものを感じたところだったんですが、すぐに、追いつかれました。3回の裏、ここはですね、ワンアウトから3番の細川、3ボール、まあ西純也はですね、まあ前回も5イニング投げて三者凡退の回なかなか作れなかったんですが、今日もここまではですね、やっぱり球数が多くて、安定はしてなかったですね。で、3ボールからのまっすぐ高め、これ見逃したらボールかもしれません。それぐらいの高かったんですが、細川がですね、レフトスタンドに
第14号ソロですね、これで2対2の同点ということになりました。そして4回、両投手ともに三者凡退の回を作りました。西純也やっと三者凡退の回を作りましたね、9イニング目にしてかな、前回も5イニング三者凡退作れませんでしたので、久しぶりに三者凡退の回を作りました。4回5回、無得点ということで、これまだ本当にどっちに転ぶかわからないっていうゲームが6回にもうこの回で決まってしまうなっていう回になるわけですね。6回はですね、まず先頭打者森下がですね、ワンボールツーストライク追い込まれたところからレフトへヒット、そして4番の大山がですね、今度はセンターへヒットですね。ノーアウト1、2塁、佐藤輝明はですね、センターフライで、ランナーも動けずワンアウト1、2塁というままだったんですけれども、6番に入っているノイジーが 3-1 から、高めのカーブ、フォアボールですね、満塁。そして、梅野、この梅野の時にさあどうなるかなと思って見てました。ワンボールツーストライク追い込まれた後にボール、ファウル、ボール、フルカウントまで来て最後高めに浮いたまっすぐ、これがフォアボールということで、この回の1点目ですね。トータル3点目がこの6回の表に入った、タイガースが1点リードしたというね、形になりました。そして、まだ満塁、木浪はですね、空振りの三振、ツーアウト満塁、1点で終わるかなっていうところだったんですが、西純也やっぱりバッティングはいいですね、高めのまっすぐ、これをですねちょっとまあ外野手前には来ておりましたけれども、ライトの頭を越えて走者一掃の3点タイムリー2塁打ということで、この回4点タイガースが取りました。6対2。もうこの4点差はですね、もう安全圏に入ったなっていう4点でしたね。ですから西純也の一打、これがまあ今日一つゲームを決めたなという感じの一打になってしまいましたね。そして、まだ追加点はタイガースの中にですね、ワンアウトから、ここはもうピッチャー変わっております、3番手の田島ですね、ワンアウトから森下、これは今日3本目のヒットになります。 3-1 からインサイドのまっすぐレフト線に2塁打、そして大山はフォアボールで1、2塁、5番の佐藤輝明、1-1から、スライダーカット系のボールですかね、これをセンターバックスクリーンに飛びましたね。バンテリンドーム、なかなかホームランが入らないなんて言われてますけども、佐藤輝明には広さは関係ないな、ものすごい飛距離でした。スリーランホームランで、結局この回3点、トータル9点という形になりました。西純也はですね、結局6回までで、降板しますね。6回で105球、やっぱりちょっと球数が多い、7安打1奪三振2四球2失点ということでね、ちょっとランナーを出す回が多いですね。6回投げて、5回ランナーを出しておりますので、この辺がまあ2点しか取られてませんけれども、ちょっと反省材料かなっていう気がしましたね。そして、7回8回切り式抜群でしたね。三者凡退の回きっちりと2イニング作りました。それも、7回12球、そして8回は9球、球数も非常に少ない、守っててですね、非常に楽な投球をしてくれたなという気がしました。そして、9回は馬場が来て、三者凡退、切り式馬場でこの3イニングを三者凡退の回3つ作ったというね、もうゆとりの投手起用ということになりましたね。そして、このゲーム9回の表にもう1点取ってですね、10点になるわけですが、ここは、佐藤輝明がワンアウト2、3塁からレフトへ、犠牲フライ、このゲーム10点目ということになりましたね。5回まで本当にどっちに転ぶかわからないゲームがですね、後半の4イニングであっという間にこれだけの差がついちゃった、10対2ということになりました。勝ちが西純也ですね、4勝2敗です。そして、負けが小笠原、ちょっとね、小笠原が、ここへ来てちょっと勝てなくなってきましたね。6勝7敗です。ホームラン佐藤輝明13号スリーラン、そして細川に14号ソロということになってます。まあ今日の MVP、 これはですね、西純也のバッティングというところで、 MVP は西純也選手ということになりますね。まあピッチングの方はまだちょっとね、反省してもらいたいところがありますけれども、バッティングはやっぱりいいものを持ってますね。
ここ一番でやっぱり西純也期待できるバッターだなという印象を持ちました。まあそのタイムリーを打つ前の2打席目もですね、先頭打者の梅野がヒットで出た後、木浪送りバントですからね。そして、まあ西純也にも期待しながら、攻撃する。まあここは打てませんでしたけれども、岡田監督からするとですね、木浪にバントさせてでも、西純也、市川本、この辺りに期待するというね。まあ普通なら木浪で勝負して、木浪で、ダメだったら西純也でバント、そういうのがまあ定石ですけれども、やっぱり西純也のバッティングはそれぐらい期待したい、スイングをしているということだと思いますね。はい、こういう風になりました。そして他球場の経過なんですけれども、広島と DeNA ベイスターズ、ここはですね5対3で DeNA が勝ちましたね。カープが敗れました。ということでタイガースと広島とのゲーム差が2、実はまあ2点いくつなので、まあ 2.5 というふうに見た方がいいかもわかりませんね。そして、巨人がですねヤクルトに1対0で敗れてますね。ジャイアンツドラゴンズに3連勝して乗っていくかなと思ったんですが、これ今日は0負けね。えなかなか打てないときはこんなもんなんですね。4安打しか打ててません。山野投手今年1勝目ですね。7イニングを投げて4安打、無失点ということでね、ナイスピッチングをしたようですね。そしてですね、注目はまた明日の戦いなんですけれども、明日はですねドラゴンズはメヒア、まあこれは前回7イニング投げて115球4安打、まあ2失点、勝ち投手にはなれませんでした。負けがつきましたけれども、ナイスピッチングをしてます。一方のタイガースなんですけれども、タイガースはですね4月1日 DeNA ベイスターズで投げて以来の、もうちょうど4ヶ月ですかね、4ヶ月ぶりの一軍登板、秋山です。秋山投手どんなピッチングするのか、これがまあ明日の本当に楽しみになってきましたね。ファームでの成績はですね7勝2敗、防御率は 3.46 ですからですね、まあ安定したピッチングをしてたんだろうな、そういうものを感じます。7勝2敗っていう、ね、勝率はやっぱりファームでもなかなかこの勝率では勝てないので、やっぱりこうきっちりとやっぱゲームを作って、やってきたんだろうなと思います。本当に久々なんで、秋山がその普段通りの気持ちで投げられるかどうかっていうのが、まあ明日の一つ見どころ、まあ、立ち上がりをですねしっかり見てみたいなと思います。ということで、まず8月1日の初戦になりますね。中日ドラゴンズと阪神タイガースの一戦はですね、阪神タイガースの猛打爆発、西純也がなんかゲームを決めたような一打を打ったということが一つ、そして、2桁得点ということでね、8月もですね、まあいいスタートを切れたなというゲームになりました。以上です。